どうも、ナオチンです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強スキルランキングやっていきます。妖怪ウォッチ1、たくさんのスキルがありますけども、その中で使えるスキル、トップ5、発表していきます。それでは、早速、行ってみましょう。このランキングには個人的な意見が入ります。ご了承ください。それでは最強スキルトップ5発表していきます。では第5位からいきますね。第5位はこれです。モテモテですね。モテモテは戦闘では全く意味のない。全く意味のないスキルだけども、入れてるだけで敵が仲間になりやすくなる。これ前衛でも後衛でもどっちでもいいのよね。どっちでもいいから入れてるだけで仲間になりやすい。これが素晴らしい。まあね、鬼とか戦いに行くときはさすがに入れないこともある。さすがにね。でも基本的には最初から最後までずっとね、一体は入れてます。まあ最初はズキュキュンタから始まり、最後はイケメン犬を入れるようになるかな。モテモテスキルを持ってるやつは、全部で5、6体いるので、まあ、入手したら必ず入れておいた方がいいです。やはり妖怪ウォッチ1、妖怪大辞典を埋めるのがすごく難しいので、これを入れてるだけで難易度がちょっと下がります。絶対おすすめです。第5位は、モテモテです。さあ、それでは、最強スキルトップ5、第4位、行ってみましょう。第4位は、これですね。刀狩りです。これ、刀狩りだけではなくって、前のめりも入ってます。スキルの内容としましては、敵を倒すたび攻撃力がアップするというスキルなんだけども、これね、攻撃力アップの上がり幅が結構えぐい。かなりえぐいです。実際生ハゲと戦ってもらうとわかるんだけども、止まらなくなるのよね。2体ぐらいやられた後は。もう止まらない。それぐらい攻撃力アップがえぐいです。で、これね、ボスが1体だけとかでは効果は発揮しないのよ。でも、雑魚戦と、あとボスが何体かいるようなところ、そこではね、もう抜群に強くなるので、これ、おすすめです。マジで強い。本当に、1体2体倒した後が、もう止まらないから。もう止めれない。刀狩りは。ということで、生ハゲ、もちろん強いですね。第4位は、刀狩り、そして前のめりです。続きまして、最強スキルトップ5、第3位、行ってみましょう。第3位のスキルは、これですね。嗅覚です。嗅覚のスキルを持ってるキャラクターは少なめだけども、まあ代表格として、キュービと犬神。だと思います。嗅覚のスキル効果は、攻撃が必ず命中する、ということ。この妖怪ウォッチは、結構、ミスするもんね。ミスする。特に、強いやつ、鬼とか、あとドンドロとか、と戦うときって、ミスするのよ。そん時に、この嗅覚があったら、もうすごく役に立つ。必ず命中するんで。これはめちゃくちゃいい。ただ、これと同じような効果で、オイランとか、が持ってるオイゾーンだね。あれは、攻撃が全員命中するようになるのよ。ミスしなくなるの。でも、相手からの攻撃も必ず命中するようになるので、ちょっと使いどころが難しいかな。やっぱり相手からの攻撃は避けたいっていうことがあるので、こっちだけが必ず命中する嗅覚。
これはかなり優秀だと思いますよ。第3位は嗅覚です。さあそれではどんどんいっちゃいましょう。最強スキルランキング第2位、第2位はこれですね。威圧感です。スキル効果としては、敵味方全員がサボらなくなるだね。これね、妖怪ウォッチ1だけじゃなくって2も3も妖怪たちってとにかくサボる。あいつらは本当にね、サボり癖がひどい。そこでサボるなっていう、すごく重要な時にサボったりするんで、ちょっと嫌だよね。それを解消してくれるのが、この威圧感です。やっぱりね、超真面目とかにしてても、サボっちゃうのよ。妖怪たちって。なので威圧感を、光栄でいいので、1体入れとくと、全然違う。まあ、確かに、敵もサボらなくはなるんだけども、そもそも敵ってほぼサボらないからね。敵の時はサボらないのに、なぜか自分たちの陣営にいる時はサボっちゃうっていう、そういう妖怪たちなので、この威圧感、サボらなくなるスキルっていうのは、超優秀です。第2位は、威圧感です。さて、ここからは番外編です。妖怪ウォッチ1でめちゃくちゃ強い妖怪がいます。それが、宝石ニャンシリーズです。ただこいつらって入手がめんどくさい。そして難しい妖怪たちですね。入手方法としては、さすらい層で宝石ニャンを出す。で、さらにそいつらから鈴を入手する。で、鈴を入手して持ってる状態で、1日1回戦闘をして仲間になるかどうかというやつです。1体1体ではそう強くもないんですよ。ただ、こいつらのスキル、数珠つなぎっていうのがやばい。横に同じスキルのやつがいるとステータスがアップします。6体揃った時の強さっていうのがもうありえないぐらい。むちゃくちゃ強いです。ただ、今回は番外編としてやらせてもらいます。はい、よろしくお願いします。それでは、最強スキルランキングトップ5、第1位に行きましょう。第1位は、これです。お祈りですね。これ、お祈りだけではなくって、お世話も入ります。スキル効果としては、隣にいる妖怪の HP を少しずつ回復するというものになります。ヒーラーは結構このスキル持ってるやつ多いんだけども、役に立つ。めちゃくちゃ役に立つ。これって、後衛に入れてても、前線のやつを回復していくので、いいんだよね。ヒーラーは前に出なくとも後ろから回復する。これがいい。で、HP が低い時って、あんまり効果を実感できないのよね。HP が、まあ、100以下とか、そこぐらいの時って、あんまり効果発揮しないんだけども、400とか HP がなってくると、もう目に見てわかる。目に見てわかる効果になるので、まあ、とにかく最後の方は、これはすごく欲しい。特に鬼と戦う時は、絶対に欲しいスキルの一つとなってます。まあ、入れとくだけで全然役に立つので、パーティーに1体2体入れておくのをおすすめします。第1位はこれ。お祈りとお世話です。はい、ということで今日は最強スキルランキングトップ5やってみました。今日紹介したスキル、めちゃくちゃ使えるので、パーティーに入れてみてください。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。